Thank you.
Thank you.
弟子になってでも大変なのそういう、経験がやっぱりそうしなきゃいけないって思い込んでたんですね。兄弟とかってねよく皆さんおっしゃるんですけど、そういうあの経験がないと生かしなれないと思ってたのもあるんですけど、あとはまあどっかでスカウトされる、やっぱそれしかないなと思って。そのくらいの、なんて言うんでしょう、情報でこうとにかくなってやろうっていうことで来たわけですか。そうですね、最初、英会話教師として、働きながら、一生懸命そういうカラオケ大会とか、オーディションとか、受けたりしてましたね。 NHK のど自慢にも、はい、そうだったんですよね。はい、いやそれはもう本当にあの一番最初に、人前で演歌を歌った場所だったんですね。一番最初だったんですか。そうなんです、ね、もう日本に来て3ヶ月後に、のど自慢に出れば、そうか、それまではカラオケボックスとか、はい、どっかのカフェのカラオケとかですね、はい。でもまず聞いた周りの友達とかは、はい、うますぎてびっくりしてましたよね。絶対なんかやった方がいいよみたいな感じで勧められたりとかしてたんじゃないですか。いやもう本当に皆さんがものすごく応援してくれたんですね、うん、やっぱりなんていう口コミっていうか、いろんな人とか変な外人いるんだみたいなとか変化を歌った外人がいるんで、そこから始まって、でもう本当に自分のライブとか企画できたり、はい、やっぱ今でもそういった友達も今でも応援してくれてますね、はい。そうやってその人前で歌うようになっていくときに、その先の演じるような世界みたいなところから入っていかないとなかなかやっぱり演歌って難しいって言われるけど、はい、その辺はやっぱ勉強されてどんどん近づいていったんですか。そうですね、でもねデビューが決まるまで本当にやっぱスカウトされたいとか目立ちたいっていうか、そういった方向に歌ってたのでというのは、そのうまく聞かせたいっていうことを意識しながら歌ってたんですね。でもデビューが決まった時にボーカルトレーニングの先生をつけてもらったんですけども、そのボーカルトレーニングの先生がやっぱり全て歌ってることを理解した上で歌わなきゃいけない、そしたらもう自然の声が出ると。でもすごく単純なことなのに今まで一回もやったことなかったことで、改めてもう再スタートっていうか考え方が変わりました、演歌に対する。だから分からない言葉とかいっぱいで、はい、あったりしますよね。それね、日本の若い子も知らない地名とかすごい知らない。そうそうそう、やっぱり出雲だけ調べなきゃいけないなるほどね。デビューまでは大変なんですよ。大変だって、うん、さあ、時刻は間もなく2時55分になりますが、この後3時台はですね、今週のトークテーマでもあるクールジャパン、はい、日本のいいところをジェノさんにどういうふうに感じているかお話しいただこうと思います。はい、ニュース天気予報などをお伝えして3時10分から再びごまわりです。演歌歌手ジェノさんにまだまだお話伺いますのでお楽しみに。2時55分になりました。関東地方のニュースをお伝えします。小笠原諸島の周辺で中国漁船がサンゴを密漁しているとみられる問題で、小笠原村や海上保安庁など関係機関が東京都庁で対策会議を開き、情報の共有など連携を強化して対応に当たることを確認しました。これまで200隻以上が確認されている中国の3号漁船とみられる船は小笠原諸島の周辺で密漁をしているとみられ、地元の漁師たちの間では壊滅的な被害が出ているのではないかと懸念が広がっています。東京都庁で開かれた会議の中で海上保安庁の担当者が漁船の取り締まりについて、多数のため全ての船を取り締まることができず領海の外に追い出すように対応していることなどを説明しました。
水産庁の担当者は、密漁によるサンゴの被害が懸念されていることについて、被害調査を検討していることなどを報告しました。その上で会議では、今後は関係機関で緊密に連絡を取り合い、情報の共有など連携を強化して対応に当たることを確認しました。会議の後、小笠原村の森下村長は記者団に対し、サンゴは貴重な海洋資源で、根こそぎ取られれば大きな損失だ。関係者には海洋資源の保全という視点で、国際的にこの問題を発信してほしいと述べました。地域の活性化につなげようと、各地の信用金庫が取引している全国の中小企業の商品などを紹介する展示会が、東京・文京区で開かれています。この展示会は、全国各地の信用金庫が取引先に呼びかけて開きました。会場では全国のおよそ580の企業や団体の商品や技術が紹介されています。このうち福岡県の織物メーカーは、およそ200年前から伝わる織物、久留米かすりを若い世代にも広めようと、この織物を使った日傘やコートなどを出展しました。また、東京調布市の日用品の製造メーカーは、全国有数のだるま市が地元で開かれていることにちなんで、だるまのキャラクターをあしらったペンダントやマグネットなどを作り、販売しているということです。東京葛飾区から訪れた40代の女性は、これまで知らなかった各地の商品をいろいろと見ることができて楽しいと話していました。この展示会は今日午後4時まで東京ドームで開かれています。では気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島や神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県の東部、伊豆に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は晴れでしょう。関東地方北部晴れで、山沿いでは夜雪か雨が降るでしょう。伊豆諸島の北部、伊豆諸島南部ともに晴れでしょう。小笠原諸島も晴れ、静岡県の東部伊豆地方も晴れの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。はい、高速道路は常磐道の下り線が車両火災のため渋滞しています。常磐道の下り線は三郷料金所で大型トラックの火災のため、首都高速道路三郷線の小菅まで14キロ、中央環状線の北区方面に向かう内回りは小菅を先頭に平井大橋まで、6号線の下りは堀切を先頭に堤通りまで渋滞しています。東京外環自動車道は川口方面からの外回りが三郷南で3キロの渋滞です。その他の関東地方の高速道路の車の流れは順調ですが、一部で風が強いため最高速度が制限されているところがあります。関越道は鶴ヶ島インターと藤岡ジャンクションの間は風が強いため最高速度が80キロに、東北道や北関東道の一部も風のため最高速度が80キロに制限されています。一般道路では千葉県の国道357号線の東行きは浦安市東の2丁目で大型トラックと乗用車の事故のため船橋方面に向かう車が2キロの渋滞です。神奈川の国道1号線藤沢バイパスの下り線は藤沢市清掃事務所入り口で工事が行われているため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの金子でした。3時の NHK ニュースです。衆議院の解散総選挙をめぐって、安倍総理大臣が来週解散に踏み切り、衆議院選挙は早ければ12月2日公示、14日投票になるとして、与野党はこうした日程も想定した動きを始めています。自民党の二階総務会長は今日午前の記者会見で、外国出張中の安倍総理大臣の帰国待ちだとした上で、安倍総理大臣が来週解散に踏み切ることを想定して選挙準備を進めていく考えを示しました。また地方でも、大阪市長でもある維新の党の橋本共同代表が昨日、大阪都市構想の議論の進め方を大阪都構想の議論の進め方をめぐる対立から民主党との選挙協力について、今
む状況では僕は反対だと述べるとともに、公明党の議員が選出されている大阪と兵庫の6つの小選挙区に党の公認候補を擁立したい考えを示すなど、年内の総選挙を見据えた発言などが出ています。一方、今の国会での法案の取り扱いについては、公明党の山口代表が午前の党の中央幹事に、Thank you.
しれないですね。